南川トンボ川、トンボ木、ひとし羽屋木に属する昆虫の群である。見かけ上はやや小型の川トンボであるが、系統的には得意な位置を占める。形態的にはまず普通の川トンボである。しかし羽の構造には原始的な特徴が強い。孔子は前肢よりやや短い。鮮やかな体色や羽を持つ者も,も多い。全く異なるのが幼虫の姿である。 川トンボのそれが細長い体をしているのに対して、この類のものは前後に短く、やや扁平な姿をしており、むしろ平高げろに似ている。オエラは太くて短い。さらに、覆面に体を成した糸状のエラを持つのが大きな特徴である。節足動物の体はその大切ごとに体を成す。付属子を持つのが基本であり、多くの群では、それが、 体の部位ごとに変形している。昆虫の場合、胸部の3体の付属子が不足として発達し、腹部のそれは耐火傾向が強く、全く出現しないものもある。トンボメがこれで、この群以外では、幼虫でも、成虫でもそれに当たる器官が一切存在しない。この群の腹側足ラは付属詞由来の器官と考えられ、それが存在することは、 この群がこの類の中で特に原始的な形質を残すことを示すものと考えられる。ほとんどは山間の渓流域に生息する。東アジアから東南アジアにかけて11族58種が知られ、日本では以下の2族のものが分布する。ありがとうございます。